これ何してんの？自殺行為？あっぷねえな。まあ頑張れ。やばい。ほんと不器用だな。何してんの？もういいでしょ、もうそろそろ。こいつか。あっぷねえ。もうそろそろ逃げた。大丈夫でしょ。この覗きが怖いな、覗き。怖え。行こうぜ、もうこんな変な。もう図書室出る。出ろよ。出るか。来る。で、さっきのところ調べようぜ。やっぱこいつがいたとこになんかあるでしょ。左左。上上。絶対なんかある。もう来ないでしょ、さすがに二度は。絶対なんかあるパターンだね。ほら、お。この紙幣を合わせると、あ、もうこれはね頑張っても解けないだろうから、この解き方は俺知ってるから、ちょっとやるね。知ってるんか。このバージョンの次のやつやったことある。 5.2 っつってね、これ3.0 なんだけど、でもほんとこれはやったことないから、ここかな。ここでピアノの登場。459ね、この白い鍵盤がドとレとミが459で、まあこれが鍵盤的に4でしょ、でこれ9でしょ、でこれは逆さまだからなんだっけ、6じゃない、9でしょ、9の逆さだから6495で、この6495をこっちかな、あの金庫、まあ予想ではね、あそこになんか鍵があって、また別のところだな、なんだっけ、4569、違う、6か、6549、あれ違う、ちょっと待って、ちょい459だよね、これ4でしょ、9でしょ、6495、書斎の鍵、書斎ってどこだよ、あそこじゃないの、まあ、さっきの上のとこかな、さっきスルーして鍵がかかってる、うん、ここかな多分、あとここと今の左のところしか鍵がかかってるって出たとこはないかな、一応セーブを、ほんとセーブしないと終わるゲームだからね。お、来た、黒見づれえなこれ、よし、はい、で、まあいかにも怪しいこの変な白い物体があるところへまず行こうぜ。っていうか出てこない、来ない、あら、なんもなかった、あれどうなってんの、おい、スイッチ押しますか、おい、押そうぜ、普通に。じゃあ、お会いします。でもな、ウォルターの巨人が出てくるってことは。まあね、フラグ的に。おう。おう。出てこないじゃん。よかったじゃないか。はい、2つで出てきた。じゃあ、セーブね。いけ。どうや？なんかあるじゃん。とりあえず取ろうぜ。地下室の鍵、地下か、あの1階の左、ほら出てきた、まあね普通今の場所で、しかもいつもより早かった、まあ今のは逃げられないじゃん、ちょっとまあ頑張って回避動けなかったような、うん、動けないね、多分前のノリで行くと多分動けないわ。これあれだ、ほら、閉じ、これで大丈夫でしょ、これで。これで青にも入れないはず。
だといいんだけど。はい。で、どうすんの、これから。やっぱり親ビビるわ。今のところはちょっとカットするから。ポテチ持ってくる？大丈夫大丈夫。行こうぜ。いいちょ。もうやだもうやだ。大丈夫。開けれんのか。うい。自殺しちゃった。よし、もうこれは確実にね。よし、これでしばらくしたらあれじゃない、ガシャガシャアニメね。目が気持ち悪いね。普通に全体的に終わってるから。要望通りセーブをして、はい、出る。来る。頑張れ。行くぞ。まあこんぐらいに、まあ図書室ですよね。とりあえず図書室。真剣だな。下の鍵。明日行こう。セーブしとこうか。セーブだよ。した。この広さだと出てくるって。出てこないよ。大丈夫でしょ。はい、下。どっち行く？下ね。お。これはね、いいことじゃないか。広し。みんな。